昔々帝、桃太郎、昔々帝桃太郎は、和芸の名跡。資料で確認できる、最も古い桃太郎は、高男子で、それ以外は、落語家である。当代は三代目を称しているが、その先代は、二十四代目を自称していた。ただし過去に二十三人の桃太郎がいたことは、資料等では確認できず、古今東西落語家辞典によれば、 山下菊生の桃太郎は5代目か6代目くらいではないかとされる。24代目昔々指桃太郎1月2日から1970年11月5日は東京の落語家。柳屋金五郎の弟で兄は三遊亭金時。本名は山下菊生。出林は旧桃太郎。妻の妹は日本舞踊の藤間松江。実詩、勝幸は 桂古ラ寺門下で、桂小竹を名乗って修行していたが廃業後市圧店、桃太郎市圧を開業した。小学校を卒業後、奉公に出たが長続きせず、1926年、実刑、柳屋金五郎が出演していた寄せに出入りするうちに、落語に興味を持ち、四代目長家老は落門下で、柳屋小郎を名乗る。1927年、柳屋小岐区に改名。 翌年、柳屋古今で二つ目昇進。二十歳の時から、新作落語をやるようになり、1932年3月、昔々聖桃太郎と改名して、新内となり、東京落語協会所属となる。その後、初代、柳屋三五郎門下となり、兄同様に新作落語で売り出す。桃太郎は、新作落語をあえて、モダン昭和と題し、講座はもちろん、 レコード吹き込みから、センチイモンと大活躍。当時の首相、東条秀樹も熱心なファンで、首相官邸に桃太郎一人で呼ばれて、落語を演じていた。また、喜劇役者としての顔も持ち、兄、金五郎の主演映画には、ほとんど、必ず一役もらって出ていた。戦時中は、金五郎主演映画への出演のほか、もっぱら吉本工業の寄せ、 演芸場や東方名人会への出演、そして戦地移民が活躍の場となる。しかし、人気絶頂時の1943年に召集され、満州へ。終戦後もシベリアに抑留され、1947年に復院。1952年に兄、金五郎の友人である五代目古根帝、今助の紹介で、日本芸術協会に加入する。当時、 すでに人気は二代目、三遊亭歌唱や、それに続く初代、林家三平に移っており、赤実の面影はなかった。兄と比べ高く評価されず、今日では、桃太郎の存在は忘れられている。戦争の被害を受けた、落語家であった、お好み床、音楽部呂、俳句修行などが得意ネタ。他にも、桃太師生の名で新作、改作を行っており、 主な作品には、ジャズブロ、落語学校、新聞記事などがある。晩年は不遇で、家族とも、音信不通。松戸で親子ほど離れた愛人に見取られ、胆の癌により、千葉県市川市の病院で1970年11月5日に、死去した。去年60。墓所は、兄と同じ品川本立寺。改名は、笑い学員昔もも引き信じ。なお、兄。 金五郎は2年後の1972年に亡くなっている。所属は東京落語協会東方無所属日本芸術協会無所属と変遷したが無所属の期間が長かった。これは落語界で孤立していたことを示す。著書に隠し芸の勧めがある。ありがとうございます。